ご質問にありました、ビットコインの FX を始めていこうかと思います。今回は最も簡単な考え方なんですよね。ちなみに本日、2024年1月2日、4時45分時点での価格が右下に出ています。610万というふうに出てますね。で、昨日の価格から1.6%上昇しているというふうに出ています。実は昨日はね、600万円を割る金額だったんですよ。で、590数万っていう形ですけどね。まあそうなると、これ単純に丸1日かからずに10万円以上価格が上がっていますよっていうのがこの1.6%増ってことなんですね。昨日ビットコインを、まあ600万で買える人はなかなかいないと思いますけども、仮に600万で買ったとしたら1日で10万円の利益が出てるってことになります。だから今日決済するわけ。そうすると1日で10万儲かりましたって形ができますよね。じゃあこれをですね、テクニカル的に見ていくとどういうふうに解釈できるかっていうことなんですが、その時にこの大きな図を見ていただきたいんですよね。これは直近30日をチャートで表したものなんですけども、1本の線を引きます。600万です。こういうふうにすると非常に分かりやすいんですけども、全体の7割から8割の価格帯は600万円より上に行ってるわけなんですよね。だからチャンスとなるのは600万円を割った瞬間に買えるかどうかってことなんですよ。こういったところもそうですし、こういったところもそうですよね。細かくいくとこういうふうなところもそうです。とにかく今後600万円を割る瞬間があったら、その時にビットコインを少しでもいいから買っておくと。そして600万円を超える可能性ってのは非常に高いわけですから、そこで売るわけなんですよ。そうすると、この売買の繰り返しによって、トレードのたんびに利益が積み重なっていくってことになります。まあ、これがビットコイントレードの基本的な今の見方ですね。だからこれを300万円前後の時でも100万円前後の時でもやってきたってことなんですよ。ですんで、放送を見てくださってる方にはもうお分かりだと思いますけども、100万円を超えたらもう会話がなくなるよっていうのは、主にはこういうことなんですよね。ただ基本的にはビットコインっていうのは値上がりしっぱなしの金みたいなものですから、もし100万円を超えた時でも120万でも、長く持っておく覚悟があるんだったら別に買っといてもいいっていうことを申し上げましたね。次には300万ってポイントがありました。300万円を超えないうちに仕込んでおきましょうよっていうのも、今回のようなトレードのためなんですけども、それでもね、ずっと値上がりを続けていくという見込みがあるということを前提にお話しすると、400万になっても500万になっても待てますよって人は300万超えても別に350万でも買ってもよかったわけですよ。で、今回また同じようなことが来てます。ね。一応ね、600万円を超えたらもう買い場がなくなりますよってことを繰り返し昨年も申し上げていましたけども、これ700万でも1000万でもビットコインでの価格が上がるよっていうふうに目算が立つようでしたら、その腹積もりができるようでしたら、別に今買ってもいいわけですよ。ただそこまでちょっと度胸がないよとかね、早くお金が欲しいんだよっていうふうに余剰資金を持たない方っていうのは、実は今回みたいに600万円を割ったら買って、こういうとこでしょ。で、600万円を超えた瞬間に売ってってことを繰り返せば、小刻みに利益を数万円単位で積むことができるわけですよ。で、あとはどのぐらいの頻度で600万円割れが来るのか、そして、どのぐらいの頻度で600万超えが来るのかってことを、この2つのボックスで見ておけばいいってことでしょう。だから、これは非常に有利な戦いになります。まあ、これがビットコイントレード、ビットコイン FX の最も簡単な考え方ですね。はい。じゃあ、今回は以上になります。お疲れ様です。